こんなところで一人で飲んでいる奴を探すなんて、今夜の主役がすることじゃない。どうせ来たんだ。お前も飲むだろ？お前、つまらなそうな顔してるな。そういう俺も同じか？誰かさんより、まだダンケルクの方がマシだ。何にせよ、ダンケルクは道理がわかるし、お前と俺のわかる言葉で喋ってくれるからな。己を縛る身分を捨て去り、思うがままに楽しんでこそ、祝宴というものだ。それと比べたら、ここの空気はお上品すぎるせいで、酒も美味しく飲めやしない。こんなパーティーでも一つだけ褒めるとすれば、平和を楽しんでるみんなの笑顔が本物だということだ。お前のことを褒めてるのがわからんのか？はぁ、俺がビジ・レイクを並べて褒めたたえるようなタイプではないと知ってるだろう。知り合ったばかりじゃあるまいし、今さら知らんふりか？ほら、乾杯だ。誰かさんの妹のおかげで、嫌でもこの場の空気を我慢しなきゃならないな。こんな時に仕事か？俺の助けがいるか？よし、ひとまず仕事は忘れて、一杯飲んだらどうだ。戦場から戻ってきたのか？この一杯はお前にやろう。委託が完了したか？出迎えに俺も一緒に行こう。新鮮な空気を吸いたくてな。ふぅ、やっぱり戦場の風は心地いいな。ふっ、パーティーに出るよりマシだ。礼儀とかマナーとか気に入らないし、見せ物のようにドレスを着て突っ立ってるような性分じゃない。俺がこうしているのはお前のため。お前がそう思わせてくれたのだ。簡単には許さないぞ。モノモー。